浜町公園浜町公園は東京都中央区日本橋浜町二丁目にある中央区立の公園である。中央区の公園の中では最大の面積を誇り区を代表する公園として知られる。隅田川の河岸に面しており、寝大橋から近い。建設当時の浜町公園。大川端と金座通りに入り口、中央にホールを持つ近代的な公園として作られた。 後藤新平の主導により、1923年に発生した関東大震災によって壊滅的な被害を受けた、東京の復興事業の一環として、墨田公園、錦糸公園、墨田区と並んで計画された。当地は、江戸時代は、一橋徳川や、笠間藩主、牧野市、広崎藩主、津軽市、熊本藩主、細川市の下屋敷があり、明治期以降も、 細川家の邸宅があったが、公園として整備され1929年に開園した。公園内には広場のほか、1861年に熊本藩主、細川人志守によって建てられた加藤清正を祀る清正工事がある。清正工事は、当地がまだ、細川家が所有していた頃から一般にも公開されていた。現在では、園内にデイキャンプ場や、 運動広場のほか中央区立総合スポーツセンターがある。近隣地域の貴重な緑地スペースとして、現在に至るまで周辺住民のみならず、浜町付近を利用する人に多く利用されている。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、セレブレーション会場となった聖火ランナーは、公募により1万人程度が選ばれた。聖火リレーについて、組織委員会は、 スポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した。東京都の公募枠は165人で1万6910人から応募があった。倍率は102倍になった。映画容疑者 X の検診の舞台でもある。総合スポーツセンター面積。 46,531平方メートル。ありがとうございます。